それでは今日はですね、ピンクリボンツモローという2022ということで、女性の健康で健やかに暮らすためにということで、知っておきたい知識をお話しさせていただきます。婦人科がん全般とがん検診の重要性ということでお話しすることになると思います。山梨県厚生連健康管理センターの寺本です。よろしくお願いいたします。今日は先ほども言いましたように、婦人科がん全般と検診の重要性ということでお話しさせていただきます。皆様に役に立つような知識をお話したいと思ってますので、よろしくお願いします。がん検診、要するにがんに検診も重要なんですが、がんになる確率とか死亡する確率とか、そういうこともよく知っておかなければいけないと思います。で、実は平均寿命というものを考えたときにですね、日本は世界で男性女性合わせると世界で一番です。女性も、世界で一番長く生きていると。女性の場合はですね、86.9 歳ということで、非常に長く人生というものが続いていくような状況の中で、そうするとですね、がんになる確率、死亡する確率っていうのが、こういうような形の中で、関わってきます。で、男性の場合にはですね、63% ががんで亡くなってますし、女性の場合には 47%。数でいくと2人に1人ということになりますが、やっぱ男性の方が罹患する確率は高いです。生涯でがんで死亡する確率というのはですね、男性は 25% で女性は 16% と、4人に1人が男性、6人に1人が、女性ということになります。これはこういうような背景の中でいろいろなものを考えていきたいと思います。2014年に、診断されたがん部位別の患者さんです。で、86万7千人の方が登録されたんですが、これ、2018年の国立がんセンターが発表したものを引用させていただいてますが、男女合わせますと、一番は大腸がんですね、13万4千人。で、次が胃がんが12万6千人。肺がんがですね、肺がん11万3千人。乳房が7万7千人。前立腺がんが7万4千人というような形の中で。で、男性女性で若干内容的には違いまして、男性の場合は胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、肝がんというような流れに行きますが、女性の場合にはですね、聞いていただくと分かりますが、乳房、ですね、あと大腸、胃、肺で子宮関係のがんになるということな、こういう順番になっています。で、がん罹患、がんになる確率の全がんのもうまとめてありますが、これちょっと今日のテーマに合わせて少し拡大させていただきますと、こういうような形になります。大体ですね、乳房関係の、障害罹患リスクというのは 9% で、11人に1人ががんになると。で、実はもう少し新しいデータでいきますと、10人に1人が、から9人に1人が乳がんになるというようなことが言われているようになりました。子宮に関しては子宮頸がん、体がん、で、別の臓器、場所なんですが、臓器としては同じ臓器で、だいたい 3% ぐらいです。という、33人に1人。あとですね、子宮頸がんに関してはですね、76人に1人というのが 1% ですね。こういうような形の中で進めています。で、子宮体がんに関しましては、62人に1人ということで、2% というような形になりますし、卵巣がんではですね、87人で、に1人で 1% というような形の中のこういうデータが示されています。今度はですね、乳房に関してのこの件に関しては、またちょっと後で触れますが、次は死亡のリスクを考えます。死亡のリスクも、2014年のデータの中から必要なところを抜き出します。そうすると子宮頸がんの場合にはですね、312人のうち1人ということで 0.3% の方が亡くなるというような数字になりますし、子宮体がんは409人に1人ということで 0.2% の方で、卵巣がんでいきますと188人の中で 0.5% ということで、見ていただくと分かるんですが、子宮頸がん、体がんで卵巣がんは数は少ないんだけど亡くなる方が多いというような、そういうデータベースになります。乳がんに関しましては70人に1人の方が、死亡するリスクになります。1% ですね。こういうような数字になっています。さて、そうすると先ほど言いましたけど、乳がんっていうと、よく知っとかなきゃいけないのが、この、HBOC と言いまして、遺伝性乳がん卵巣がん症候群というものがあります。
で、この方々はですね、遺伝子に問題があるんですが、この H-BOK の体質を持った方が生涯乳がんになる、卵巣がんになる確率は一般の人に比べて非常に高いということが分かっています。乳がんはですね、6倍から12倍、あと卵巣がんは8倍から60倍に罹患するという、そういうデータが出ています。そうしますと、この H-BOK というのはですね、乳がんにかかる確率が40%から90%あって、乳がんにかかった乳房の反対側の方の乳房に新しくがんができると、そういう確率が40%から60%あることになります。で、このことは皆さんよく知っていると思います。アンジェリナ・ジョリーさんが、アメリカでですね、乳がんのことで心配になってですね、乳がんを予防的に切除したとお話がありましたよね。そういうことも含めて考えると、こういうようなことがベースにあるということになります。卵巣がんにかかる確率も10から60%と、この、H-BOK の場合にですね、高くなります。で、実は、よく知られていませんが、男性が乳がんになる確率が、1.2%か6.8%あるということで、男性の乳がんというのもあるということが分かっています。で、この問題はですね、ブラカ1、ブラカ2って、遺伝子ですね、遺伝子に、異常があるという、もう最初からそういうようなことが分かっていて、このブラカ1、ブラカ2に、遺伝子異常があると、遺伝性乳がん、卵巣がん症候群と、になる確率が非常に、診断されると。で、実は遺伝性乳がん、卵巣がん症候群で、乳がんや卵巣がんの患者さんがいますと、この患者さんへの、あるいは家族の方にこういう患者さんがいる要件を満たしますとですね、2020年4月の時点で、予防的な、切除ができるという、こういうような形のことができるようになりました。こういうことも知っておくことが必要だと思います。さて、では、山梨県の状況をちょっとお話しさせます、していただきますが、子宮頸がんはですね、2014年の、データからちょっと抜粋させていただきました。山梨県がん罹患統計のこの視点なんですが、53人いまして、死亡が14人いるということになります。で、子宮体がんは、子宮頸がんより多くて76人が罹患をして、亡くなった方が20人いると。あと、卵巣がんは58人が罹患をして、24人が亡くなったということです。乳がんに関しても、そこのところはやっぱり466人が罹患して、94人が亡くなった。で、先ほども言いましたけど、この卵巣がん、今日は卵巣がんのことについては特に詳しくは触れませんが、卵巣がんで亡くなる確率というのは、他のがんにかかった場合に比べて高いということが分かってますし、実は子宮体がんは確実に増えてますし、世界で減ってる子宮頸がんが、山梨県のデータだけじゃなくて、日本全体で増えているということも分かっています。で、じゃあ、子宮頸がんの知識についてちょっと、これは今日のテーマになります。がん検診をすることによって、この意義がどれだけあるかということ、子宮頸がんの知識と検診の意義についてちょっとお話しさせていただきます。まず、バックグラウンドを知らないといけないので、説明させていただきますが、子宮頸部に、HPV で、ヒトパピローマウイルスというウイルスが感染をします。それは、性行為をがある女性の方は、ほとんど90%以上の方が、この HPV という感に感染します。最近コロナとかそういうものでよく言われていて、ウイルスというのは非常に怖いものであって、こういうものを感染することによって、実はこの HPV というのは、がんになる確率があります。で、ここのところで、この丸いのがウイルスなんですが、これがかかりますと、この一番下の、一番深いところに傷がついたところからこう入っていって、一番深いところで、HPV の子宮頸がん上皮に感染をするんですね。そうすると、そのウイルスがどんどん増殖をしていきまして、上の方までウイルスが矢の主の細胞を破って、孤独されたタンパク質をいっぱいたくさん出すと。そうするとですね、こういうような形でウイルスがまた外に行くというような形の中で、性行為をすることによって、こういうようなことが起こりうるということが分かって、これが、ね、HPV のライフサイクルになります。それで、
発がん性の HPV、ヒトパピローナウイルスに感染すると子宮頸がんに移行するのがどういうような形の中で移行していくかというと、ここにありますけど、がんになるためには数年から十数年かかります。この一番最初の正常細胞のところにさっきが言ったような形の中で HPV に感染するんですが、先ほど90%ぐらいの人が感染、ほとんどの人が感染して、この90%の人たちは、亡くなるんですが、10%の人たちが残っていくという、まあ、そういう中で、がんになる全がん病変というものになる可能性があります。そうするとですね、この全がん病変になった10%の人たちの中で、がんにだんだん近づいていく CIN の2のグループと CIN の3のグループというのがあるんですが、この CIN の2のグループにいたものがですね、高度全がん病変と言いますが、CIN の3、がんの一歩手前から初期がんのところにまで来るような形の中で、こういうような形の中でいきますと、いずれはですね、浸潤がんというものになっていくということで、感染した人の1%未満なんですが、まあ、HPV 感染者の1%未満が、がんになるとなります。それで、じゃあもう一度整理しますと、じゃあ1000人の方が女性、全がん病を経て子宮頸がんで死亡する確率を調べてみますと、女性が1000人います。そうすると、この1000人の方が HPV 陽性者が、そのうち先ほど言いましたけど、9割近くの人たちが陽性するというか、大体700人ぐらいが感染を起こしたと仮定しますと、半年以内に消える方が50%です。で、3年以内で消失する人が90%ということが分かっています。ということは10%の人たちが残っていくことになります。そうすると、その中のウイルスを調べてみますと、よく言う、ハイリスク HPV というのがありまして、そのハイリスク HPV に感染している人が約25%あります。で、その他のウイルスに感染している人が75%ということになっています。さて、それをですね、全がん病変になっていく、先ほど言った高度異形成、CIN の3ですね、高度異形成までに至るのに大体どのくらいかというと、100人の方が、1000人いた人の100人の方、約10%の人たちが、こういうものになりまして、さらにですね、子宮頸がんになる人は、そのまままた10パ、えっと、あの、10人ですね、そうすると1パ、全体でいくと1%になります。で、1%になりまして、その後で、がんで亡くなる方がどのくらい出るかというと、3人ですね、0.3%と。いうような形で、これは国立がん研究センターが出したものを私がまとめたものです。はい。先ほども言いましたが、子宮頸がん罹患率というのを見ていきますと、1975年から2012年までのデータを見ていただくと分かると思いますが、青い方がですね、子宮頸がんの、浸潤がんですね。で、赤い方は、それに先ほどした上皮内がんを含みますと、こういうような形で、どんどん増えています。これは地域がん統計の中から持ってきたものなんですが、子宮頸がんが、の、上皮内膜を含んでいくと、このような形の中でいきます。で、その中の特徴は何かと言いますと、見ていただくとわかるんですが、年齢、階級別に、罹患者の推移を見ますとですね、年齢はですね、大体ですね、この15歳から、当然性行為が起こってから、来るんですけど、40歳の後半から50歳ですね。このところにピークの山がありまして。で、これは、まあ、上皮内がんも含みますが、上皮内がんも含めなかったとしてもですね、やはり、ピークの山は40歳の後半のところにある。こういうような形の中で、子宮頸がんというのはですね、若い人たちに対して非常に、問題だと。で、子宮頸がん発症のピークは30歳代ということになっています。さて、これですね、さらに亡くなる人を見ていきますと、子宮頸がんで亡くなる人というのはね、年々増加しています。で、その下のところで1975年だと1500人ぐらいの亡くなる方が統計の中で示されていますが、現実問題ですね、2014年に出てきました2902人という形の中で、右肩上がりに上がって死亡するという。30代まで亡くなる男女も毎年200人いるということも、またこのデータの中で見ていただくことがあるんですけど、20歳代から30歳代、この40歳までのところに皆さん200人で、この若い世代の方がこれだけ亡くなって、まあ、もちろん40歳代、50歳代ということになりますけど、まあ、そういう意味では、まあ、右のこういうような形の中でいきますが、
知っておいてほしいことは、ここが大きなポイントになるんですね。それとですね、はい、ここですね。主な癌の年齢調整死亡率の変化というものを見たもので、これもですね、国立癌センターの方で、2015年の時点の統計を、出させていただいて、2016年の12月3、21日に発表されたものなんですが、見ていただくことはわかるんですが、この一番右側のところがですね、子宮頸癌なんですね。子宮頸がんはですね、1995年から2005年で3.4%だったのがですね、2005年から2015年で9.6%死亡率が上昇していると。実は、他のがんには実はないんですね。死亡率が上がっているものは子宮頸がんで、実は左のところにありますけど、胃がんとかですね、大腸がんとか肺がんとか、そういうものに関してはもう明らかに死亡率下がっているんですが、で、乳がんはね、実は横ばいですね。まあ、こういうような状況の中で、これが今非常に大きな特徴になります。それと大きな特徴はもう一つでありまして、これはケネディ病院にいるとき、私がデータ的にまとめたときのものなんですが、1994年から2011年までのデータをまとめますとですね、本来子宮頸がんというのは扁平上皮がんが多いんですね。扁平上皮がん、簡単に言いますと、2種類のがんがありましてですね、腺がんと扁平上皮がんと。で、この扁平上皮がんというのは、よく言う放射線とかそういうものによく、が効くんですね。ところが、この腺がんというのはですね、放射線とかそういうのが効きづらいと、まあ、診断とかそういうのも難しいということ、そういうがんがですね、どん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 増えてるんです。まあ、そういうような状況の中で、経年的に比較をすると、組織系のこういうような、傾向があるということがあります。そうすると、子宮頸がんの死亡率の年次推移を見ていきますと、こういうような形になりまして、子宮頸がんは明らかに右肩上がりで上がっていて、卵巣がん、先ほど言いましたが、卵巣がんは死亡する確率は高いんですが、実は2000年を境にして少し下がっているという、まあ、横ばい。ただ、子宮体がんはですね、そこのところにありますが、ね、徐々ではありますが、やっぱり子宮体がんというのは、まあ、ホルモンの関係するがんなんですが、こういうような形で右肩が上がっているというのが、だから子宮頸がんに死亡数は50歳未満の若年層で特に多くなっているというのは、20歳から49歳のデータなので言えます。ちょっとまとめてみますね。子宮頸がんの現状というものを今まとめてみましょう。現状ですね。まず、20歳から39歳の、子宮頸がん罹患率が、増加しているということを、これ分かりますよね。それとですね、年間3万人の上皮内がんを含む罹患率が2012年に発表されていまして、さらにですね、女性、若年層25歳から29歳の臓器別死亡率を2016年のデータから見ますと、子宮がん、乳がん、胃がん、卵巣がんの、こういう順番で、若いところでこういうような状況が起きているということがよくわかっています。さらにですね、子宮頸がんの死亡率が年々増加する傾向、これも今さらに説明しましたが、で、日本では1年間に、2900人、で、大体1日に8人の方が子宮頸がんで亡くなっているというのが、これ2014年のデータになります。こういうようなことが言われています。で、子宮頸部腺がん、先ほど言いました放射線とか、がんで、検診でなかなか見つけづらいというがんがですね、増えているという現状があります。さあ、そうすると、これから何をしていかなきゃいけないかということになるんですが、一番大事なことは、まあ、要するに検診を受けるということが大事になってくると思いますので、ポイントは2つあると思うんです。子宮頸がん受診率が高くなることと、もう1つは質の高いがん検診をすると、まあ、制度管理がいいということになる。で、ここのところに書いてありますが、この2つについてお話をさせていただきます。まず、子宮がん検診受診率の向上ということになります。で、これがですね、OECD の全体像の中でですね、平均が、この黄色いところなんですが、日本を見ていただくと、20歳から69歳の子宮頸がん検診受診率というのはですね、5番目のところになって42%ぐらいなんですね。で、この子宮頸がん受診率が非常に低いということは、がん検診、要するにがんを見つけていく中で非常に不利になりますよね。まあ、そういう状況の中で、日本ではですね、特に20歳代の受診率が20%で中止低いということが分かっています。さらにですね、
子宮頸がんの診断された人の2019年12月の14日に国立がんセンターが発表した2010年と2011年の11,759人での症例の対象者のその属性とかそういうのを調べたもの、これもデータです。そうするとですね、診断時の年齢っていうのはですね、15歳から39歳、40歳だったら比較的若い年代に多くて、平均がですね、54.1歳ということになります。ですから、非常に若い世代のところでがんが見つかってくるというのが、僕の特徴になります。さて、それでですね、がんにはですね、進んだがんと、初期のがんとはあります、ね。1期、2期、3期、4期というふうに分けられます。で、1期はもちろん非常に早く見つかるがんだし、4期は遠隔転移がんで、この1期、2期、3期、4期を見ていきますと、1期がですね、45% と一番最も多く、次いで3期ですね、が 24% ですね。さらに2期が 16% と、こういうデータだったそうです。そうすると、この人たちがどういう治療を受けられたかというと、手術ができた人がですね、58% でした。その発見されたがんの中で、どういう人たちから見つかったかっていうのを見ますと、発見経緯でいくと、がん検診で見つかった人が 17% で、後でまた細かい話をしますが、検診とか人間ドックで見つかった人が 3%。そうすると、約 20% ぐらいの人たちがですね、検診とかそういう、要するに、がんを見つける何かのツールで見つかってくると、まあそういうような形の中で、まあ分かっています。それでですね、今度は亡くなる率をちょっと5年生存率で見ていきますね。そうすると、がんが5年経ったら一応がんは一応治ったというふうに理解されるんですが、その年齢別5年生存率というのが、こういうのが出ていますが、15歳から39歳の人は 87.4% ずつが5年ということができます。40歳代の人は 80.3%。50歳代で 73.1%、60歳代で 70.6%、70歳代で 59.3%、80歳代で 29.9%。つまり、要するに5年生存できる確率。ところが逆のことを言うと、逆に見ていただくと、15歳から39歳でもですね、12.7% の人が亡くなっているということなんですよね。まあ、他の原因で亡くなることもあるんでしょうけど、若い人たちはそういうことは少ないので、ここに挙げました。15歳から39歳、40歳が 19.7% です。まあ、こういうようにですね、まだ、亡くなる方がいるということも、ここが大きなポイントになるんです。なおかつですね、先ほど言いましたように、子宮頸がんは、1期、2期、3期、4期というになりますから、これをですね、5年生存率で言いますと、やっぱり1期で、5年生存できる人たちは 92.9% ありますし、2期で 75.4%、3期で 59.3%、4期です。23.7% ということになります。まあ、逆のことを言うと、病気が進むにつれて、5年生存できる確率が減ると。そうすると、ここのどこで、一つ大きなポイントはですね、限局がんで見つければ、予後が良くなる。限局がんというのは1期とか、要するに2期とか、要するに早い時期に、見つけることができるといいということになります。そうすると、これが、がん半径というのは進展のところですけど、この限局がさっき言った1期とか2期とかですね、要するに遠隔転移とかそういうものがないものを見つけることができるのは、ここ見ていただくと、検診とかさっき言ったように、どのくらいの人たちが見つかってきますかって、前のデータなんですかね、話をしたときにですね、大体ですね、20% ぐらいの人ががんで見つかる、こういうの検診とか、検診ドックで見つかったと、特にこいつ 17%、こっち 3% だったんですが、そうすると限局がんというのがこれだけたくさん出るんですね。約 70% 弱ですね。ということはどういうことかというと、検診で見つけることができれば、治る人もたくさん出るということになります。で、例えば他の病気とかそういうたまたま経過中に、観察して見つかった人、要するに、症状とかそういうのがなくて見つかった人だっても 55% ぐらいで、こういうことになるんですね。もう一回ね、この後としますけど、まだ自覚症状とかそういうものが出てきた人たちっていうのは、この限局がんで一気に早く見つかる人たちが 30%、40% 来てしまうし、よくわからない人たちがこんなになってしまうんですね。まあそういうような形の中で、いかに検診が大事かということがよく理解できると思います。で、そうしますとですね、5年生存相対比全国等に比較すると、山梨はね、実はこの赤い方が山梨です。で、青い方が全国なんですが、みんな、見ていただくとわかるんですけど、山梨はですね、5年生存率が全国比較して高いんですね。
ここは非常に山梨の方々は非常に、一ついいことになります。ですから、そういう意味ではですね、遠隔転移とかそういうものがですね、要するに、例えば、限局がんの場合でも、転移とかそういうのがなかったもので見つかったものとか、遠隔転移があったものとか、こういうものも全体的に見たときにですね、やっぱりこういう傾向があるということがあります。そうすると、質のいいがんを、がん検診ができれば非常にいいという意味になります。次の話、いきます。質のいい、高い、質の高い検診を制度管理していると。それで、子宮がん検診の、話になりますので、先ほども言いましたようにですね、次のデータ見ていただくと分かるんですが、進展度の比較を見たときに、さっき言いました、全国と山梨で見たときに、がんが発見される、確率と、その罹患時の発見時の経緯と進展度の全国的な比較を見ていただくと分かるんですが、まず全国の場合はですね、20%いかないですね。14.9%ががんで見つかっている人たち。だから、要するに、限局がんで見つかる人たちが少ないということが言えると思うんですね。こういうのが。で、山梨の場合はこの20%ありますね。限局がんで見つかる人たちが出ると。さらに、上のところでも。だからそういう意味では、このところが一つ大きなポイントなんですよ。で、ところがですね、進行度からいくと、実は山梨はですね、こういうふうに、たくさん見つかっていくんだけど、いるんだけど、見つかるっていうか、こういう人たちが、こういうんだけど、で、進行度から見るとですね、実は、ここ見ていただく、全国と山梨は一緒になっちゃうんですね。これ、どういうことかというと、実は、がん検診を受けているんだけど、実は、その後の、がんを見つけた人たちをどういうふうにフォローアップしてやっていけるかということが、ちょっと山梨の場合に落ちてしまっているんですね。ここのところが非常に大きい。せっかく早く見つけてあげて、限局がんも多くなって、全国よりもいいデータも出せるんだけど、でも、進行度を調べてみると、ほとんど変わらないと。ここは非常に大きなところです。で、実は見ていただくとわかるんですよね。これ見てください。がん検診受診率と制度管理受診率全国の比較を見ます。これのデータはですね、平成28年の国民基礎調査からそのデータです。この部分、間違いないわけで、子宮経過は20歳から69歳。で、他のものは40歳から69歳ということになりますが、ここ見ていくとわかりますかね。見ていただくと、見てください。そうするとですね、山梨県はですね、胃がんも大腸がんも肺がんも乳がんも子宮頸がんもですね、全国でですね、受診率はトップクラスなんですよね。とか、たくさんの方ががん検診を受けてくれてるんです。ですが、精密検査受診率、要するに見つかってから、がん検診で異常が出た人たちが、改めてちゃんとしたところに行って、精密検査を受けるというのがですね、全国でですね、下の方に41番、胃がんが41位ですし、大腸がんも40位ですし、肺がんも40位ですし、乳がんも30位、子宮頸がんも40位、こういう大きな問題があって、ここですよね。非常に大事なことは、ここを変えてあげないと、せっかくがん検診で限局がんを見つけることができるような人たちがいっぱいいるのに、治療とかそういうものをしていく中で、落ちてしまうということになります。で、そうすると子宮頸がんの話です。で、こうなりますね。で、子宮頸がんというのはなぜそういうふうになるのかということを考えたときにですね、今までのシステムって、後でまた話しますけど、市町村検診とかそういうもので、をやる場合にですね、一次検診、産婦人科の先生のところに行ってがん検診をするわけですが、そういう方が、例えば、市町村から、あなたはがん検診の対象者になりますよと言われて、行ったとします。で、行って、で、細胞診センターでがん検診の検査をで、今月また戻ってきて、これが異常があった時にですね、受診者はですね、異常がありましたよって言って、で、受診者はですね、精密医療機関に行くんですが、実は、ここの時にですね、市町村から異常がありますよという、そういうあったですよというものがあるので、それで、精密検査依頼用紙ってやつをもらって、こっちへ行かなきゃいけないですね。そうすると、ここで受けた人がですね、紙を持たないでこっち行っちゃう、あるいは行かないとか、いろんなことが起きてしまうので、今何をやらなきゃいけないかというと、ここの、要するに、
受診者、ここで言って異常があったときに、異常を見つけてもらったときに、すぐにその生検受診の用紙を持って、その結果用紙も書いていただくものも持って、で、ここのところに行ければいいということで、実はここのところにですね、その検診用紙、その異常精密検査依頼用紙っていうのをここのところに置くことにします。ここに言いますね。で、そうすると、先ほど言ったタイムラグがなくなっていくということです。それとですね、今まではですね、ここはどこへ行ってもよかったんですよね。でも、どこへ行ってもいいんだけど、それではダメだということもあって、で、ここにですね、精密検査、あ、これじゃない、一次検査のところも含めてですね、登録制にしました。まあ、登録制にすることによって、がありますね。それと、もう一つ大きなところはですね、このデータとかそういうものをどういうふうに管理していかなきゃいけないかということで、産婦人科医会、産婦人科医会ですね、産婦人科医会の中で、このデータが正しいか正しくないかとか、そういうものを検診をして、これがフィードバックできるような形にしてある。そうするとですね、この山梨県統一した運用に立った件について、平成30年に、山梨県生活習慣病管理協議会の部会で具体的な対策を開始しまして、令和元年から現在で、令和3年から始まってますので、令和3年の前までですね、部会市町、あの、市町村、あるいは産婦人科医会ワーキングを重ねて、令和3年度に統一した運用をした。その統一した運用というのはどういうものかというと、先ほども言いましたけど、制度は、検診制度を上げるために何が必要か、新システムですね。まず、山梨県内の精密医療機関の登録制をしたと。その中で、一次医療機関で異常があったものを、精密医療機関は、今度、HPV が検査ができる一般的な診療機関と、二種、コルポスプルとか精密検査ができるような二種のに分けて登録をする。で、この子宮頸がん登録システムの構築を、これ何が大事かというと、産婦人科医科が入って、その、このところで、これを管理するということをします。そして、必ずですね、データをいただいて、患者さんとかデータをフィードバックすると。だから、精密医療機関とか一次医療機関とか、そういうようなところからデータを、もう、いただいたものが正しく、記入されていて、運用されているかどうかのシステムを構築したという。で、これの令和3年から導入して運用したということです。で、実は、だから、今年にはもう令和3年なので動きました。で、そういう意味では、これがですね、子宮がん検診というのは2年に1度受けるように一応国は定めていますので、そういうような形の中での運用の中で、そうすると、あと1年、2年すると、このデータが、先ほど言いました、精密検査、受診率の向上と、できて、データが、非常にいいデータが出てくる可能性があるデータが分かるのが、この2年ぐらい先ということになります。で、もう一つ大きなところは、今度ね、ちょっとこの話は触れないといけないので話しますね。で、先ほど言いましたが、HPV というのはですね、要するにお母さんというか、まあ、要するに子宮の入り口のところに感染をします。で、この子宮の入り口に感染するということはどういうことかというと、例えばですね、妊娠したと仮定しますよね。お母さん妊娠しました。お母さんというか、まあ、女性の方が妊娠して、お母さん、お腹の中に子供がいるような状態になります。で、子供がいるような状態で、この赤ちゃんですね、赤ちゃんが分娩をするときに破水をしたりします。すると、ここのところです。ここですね、ウイルスがいるような状態で赤ちゃんが生まれてきたときに、実は、国立がんセンターかな。で、これ、ニューイングランドジャーナルに2021年に発表されたんですが、肺の中にがんが見つかったと。これ、赤ちゃんですよ。赤ちゃんにがんが見つかる。で、これが、このウイルスのためだというようなことが分かっています。で、こういう先進的なこともあります。そうすると、何をやらなきゃいけないかというと、赤ちゃんを守っていくためにはですね、やはり、ワクチンをしっかり、てか、がん検診ももちろん受けなきゃいけないんですが、ワクチンを打つと。その根拠というのは何かというと、実はこのデータ、ここに出てきたものは、肺がんはですね、腺がんだったんですね。で、先ほど言いました、子宮頸部にできる扁平上皮がんの腺がんですが、腺がんというのは分かりづらいと。例えば、細胞診とかそういうのを見つけづらいとか、そういうこともあります。そういう意味で、肺にできたものが、腺がんだったということもあって、まあ、これも非常にトピックなんですね。
で、そうするとワクチンとかそういうものも効いていってあげないといけないということがあそうすると、外国ではどういうデータを考えているかというと、これ WHO の考え方です。で、これは WHO が10万人あたりの子宮頸がんの死者数をほとんどゼロに持っていきたいということを考えたときにですね、まず必要なものはですね、徹底的な検診、子宮がん検診とワクチンの接種をすることによって、これができればですね、2060年までにほぼゼロに近づけるということが分かっています。それと、こういうことになるという、予想のシミュレーションですね。それで、もしですね、徹底的なワクチンの接種だけをした場合でも2020年、2120年のところでは出ないんです。現状のワクチンと接種の検診だとほとんど出ないということです。そういうことを考えたときに、やっぱりワクチンというものは非常に大切であるし、今回のコロナの中でワクチンのことも含めてですね、非常に皆さん勉強する機会が出たと思いますが、来年ですね、令和4年度の、から、HPV のワクチン、ヒトパピロウイルスワクチンの、今までですね、積極的な干渉というのが控えられたデータに、ありますけど、積極的に打つことができるような形で国の方が考えて、今進めていますので、逆のこと言えば、5年間、打てなかった人たちがいるんです。その人たちはキャッチアップと言いまして、ただで、受けられるような。じゃあ、まとめに入ります。検診と HPV ワクチンで、検診による早期発見、早期治療は可能でですね、20歳になった子宮がん検診が忘れずに受けていただきたいと思います。あと、ワクチンで子宮頸がんが発症が7割低下したという、データがあります。実際、子宮頸がんワクチンの、外国でもですね、日本でも、打つことによって、子宮頸がんワクチンを打つことによって、子宮頸がんが非常に少なくなったというデータは、出てきています。HPV ワクチンまで12歳か16歳、小学校6年から高校1年生がだと、で、公費負担のため無料です。で、これは来年度からは積極的な、で、打てなかった人たちにも打てるような、システムを構築してくれていますので、ぜひ、市町村から連絡が行くときには、そういうものが打てるような環境があれば打っていただきたいと思います。ただですね、ワクチンってやっぱり副作用、コロナでも同じようなこと、副作用が出る可能性があるということで、この場合ですね、今までと違って、副作用が出た時には今度どこどこでどこにしてくださいということも、きちんと、明示するようになっていますので、その辺も含めてですね、よく、慎重的に判断していただいて、接種は、慎重で判断をしていただくような形になります。そういう中で、考えていってください。あと、わからないことがありましたらですね、産婦人科の先生に子宮頸がん HPV ワクチンについて気軽に相談していただけるといいと思います。今日私からお話ししなきゃいけないことで、大体まとめなきゃいけないことはこういうことになったんですが、皆さんのためにお役に立てたというのはありがとうございます。以上です。